皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。坂。大学一回生の夏、四次元坂という地元では割と有名な心霊スポットに挑んだ。いわく夜にその道でギアをニュートラルに入れると車が坂道を登っていくというのだ。その噂を聞いて僕は俄然興奮した。いたのやらいなかったのやらわからないようなお化けスポットとは違う。車が動くというのだから、なんだかすごいことのような気がするのだ。とはいえ、一人では怖いので、二人の先輩を誘った。夜の一時、僕は人影のない最寄りの駅の前でぼーっと立っていた。隣には、僕が師匠と仰ぐオカルトマニアの変人。やはりぼーっと立っている。いつもなら僕がそんな話を持っていくと、即断即決で、じゃあ行こう、ということになる人なのだが、その時は肝心の車がなかった。師匠の愛車のボロ K4 は、原因不明の煙が出たとかで修理に出していたのだった。僕は免許さえ持っていない。そこで車を出せる人をもう一人誘ったのだが、ある意味で四次元坂よりも楽しみな部分がそこにあった。闇を裂いてブルーのインプレッサが駅前に止まる。颯爽と降りてきた人はこちらに手を振りかけてすぐに降ろした。なんでこいつがいるんだ。京介さんという僕のオカルト系のネット仲間だ。こっちのセリフだ。師匠がやり返してすぐに険悪な空気に包まれる。まあまあ、と取りなす僕に師匠が、どうしてもお前はいつも俺とこいつが一緒になるように仕向けるんだ、というようなことを言った。面白いからですよ、とはなかなか言えないので、代わりにまあまあ、と言った。師匠と京介さんは仲が悪い。強烈に悪い。それは初対面の時に京介さんが師匠に向かって、なんだこのインチキ野郎は、と言ったことに端を発する。お互い多少系統は違えど、オカルトフリークとしては人語に落ちない自負があるらしい。いわば磁石の S 極と S 極だ。反発するのは仕方ないことかもしれない。まあまあ、四次元坂の途中には同じぐらいの激ヤバスポットもありますし、とりあえず楽しんでいきましょう。なんとか二人をなだめすかして車に押し込める。当然師匠は後部座席で、僕は助手席だった。狭い。師匠の一言に、京介さんが、黙れ、と言う。臭いと言った時は、車を止めて、あわや乱闘というところまで行った。やっぱりセットで呼んでよかった。最高だ、この二人は。そんな気分をぶっ壊すようなものが、いきなり視界に入ってきた。対向車もいない、真夜中の山中で、川沿いの道路の端に、巨大な地蔵が浮かび上がったのだった。比較物のない夜のためか異常に大きく見える。体感で5メートル。あれが見返り地蔵ですよ。車で通り過ぎてから振り返ると、側面のはずの地蔵がこっちを向いていて、それと目が合うと必ず事故に遭う、といういわくがある。二人が喜びそうな話だ。
喜びそうな話なのに、二人とも何も言わず、振り返りもしなかった。ゾクゾクする、怖さのような、嬉しさのような、不思議な笑いがこみ上げてきた。振り返れないから、僕のイメージの中でだけ道端の地蔵は遠ざかり、曲がりくねる闇の中に消えていった。もちろん、そのイメージの中ではこちらを向いていた。無表情に。師匠も京介さんも押し黙ったまま、車は夜道を進んだ。イライラしたように、京介さんはハンドルを指で叩く。やがて道が二手に分かれる場所に出た。左です、という僕の声に、ウインカーも出さずにハンドルが切られる。左に折れるとすぐに上り坂が始まった。どこ？確かもうこの辺りからそのはずですが、あくまで噂では。京介さんは車を停止させるとギアをニュートラルに入れた。ドキドキするのも一瞬。じりじりと車は後退した。京介さんはため息をついてブレーキを踏んだ。ちょっと楽しみだったんだけどな。僕も残念だ。確かに本気でそんな坂があるなんて信じていたかと言われれば否だが。すると師匠が、ライト消して、と言いながら車を降りた。手には懐中電灯。三人とも車を降りると、周囲に何の明かりもない山道に突っ立った。まあ多分こういうことだな。と、師匠はボソボソと話し始めた。この山中の坂道は、緩やかな上り坂になっているわけだが、道の先を見ると、路側帯の白線が微妙に曲がり、おそらく、幅が途中から変わっているようだ。それが遠近感を狂わせて、上り坂を下り坂に錯覚させるのではないか。周囲に傾斜を示すような被覆物が少ない闇夜に、かすかな明かりに照らされて浮かび上がった白線だけを見ていると、そんな感覚に陥るのだろう。師匠の言葉を聞くと不思議なことに、さっきまで上り坂だった道が下向きの傾斜へと変化していくような気がするのだった。つまり、ハイビームでここを登ろうとする無粋なことをしなければ、もう少し楽しめたんじゃない？師匠の挑発に、京介さんが鼻で笑う。あっそう。じゃあここで置いていくから、存分に錯覚を楽しんだら。言うねえ。四次元坂なんて信じちゃう可愛い大人が。虫の声が遠くから聞こえるだけの静かな道に、二人の罵り合う声だけが響く。しかし、京介さんの次の言葉で、その情景が一変した。どうでもいいけど、お前、後ろ振り向かない方がいいよ。地蔵来てるから。零下100度の水をいきなり心臓に浴びされたようなショックに襲われた。京介さんの子供じみた脅かしにではない。その脅かしを聞いた瞬間に、師匠が凄まじい形相で自分の背後を振り返ったからだ。驚愕でも恐怖でもない。何かひどく温度の低い感情が張り付いたような表情で。しかし、もちろん、そこには闇が広がっているだけだった。その様子を見た京介さんも息を呑んで、用意していた嘲笑も固まった。おいおい、笑うとこだろ。騙された人を笑うところだろ。そう思いながらも、やきが針のように痛い。すまん、と京介さんが謝り、
何とも後味悪く3人は車に戻った。師匠は後部座席に座り込み、一言も口を聞かなかった。そして僕らは九段の地蔵の前を通ることもなく、県道を大回りして帰路に着いたのだった。師匠は駅前で降ろして、僕を送り届けるときに、京介さんは頭をかきながら、どうして謝っちまったんだ、と吐き捨てて、とんでもないスピードでインプレッサーを吹っ飛ばし、僕はその日一番の恐怖を味わったのだった。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。キスケです。本日は、月曜恒例師匠シリーズ、はい、はい、続きやっていきます。はい、よろしくお願いします。坂というお話でしたけど、うん、これなんか結構全国にあるよね、幽霊坂って。うん、聞きますよ ね、うん、あのボール置くとさ、うんうん、登ってくみたいな、うん、でも目の錯覚で、本当はあれは本当に錯覚なんですか。本当に下り坂なんだけど上り坂に見えるっていうだけ、うん、そう、俺なんかそれもなんか本当なのかなって思うんですよね。なんか錯覚だけで、例えばこの話の中だと、うん、車をニュートラルに入れると、うんうん、うんと登ってく、うん、でもこれって下がってるのに登ってるように見えるってことじゃないですか。あー、なるほどね。でも実際には車は下がってるわけじゃないですか、うん、で登ってないってわかるみたいな。これの場合なんか目の錯覚にしても、例えば、車バックで駐車するときに隣の車が動いてる、うんうんうん、発進しようとして、うん、みたいなときにあれ止まってるのにみたいな、うん、あの感覚はちょっとわかるんですけど、まあ、まあまあまあそうだね。自分がまだそれを体験したことないから、うんうん、今ハイビームで全部が当たってる状態、うん、でよく見たら、道の幅が向こうにつながって広がってるから、うん、と上り坂なのに下りに見えるみたいな、うんうんうん、なのにバックしちゃってる、後退してる、うん、からいやこれは目の錯覚だってなるけど、うん、この場所の言われって、うん、ニュートラルにしても車後退してるのに上って見えるってことですよね、うん、それって辻褄合ってないというか、うんうん、ニュートラルに入れて下がってるのを見て、あこれは登ってるんだって錯覚しちゃうって、うん、思っちゃうことってなくないって思うんですよ。あ、登ってるはずなのに、なんかその対象があればさ、そのさっきのバックのみたいなやつとかの対象があれば、まあ、ちょっと違うのかもしれないんですけど、一台でそうなるってなかなか確かにね。そう、逆にまっすぐ、ニュートラルで下がってる状態じゃなくて、うん、ゆっくり登ってるはずなのに下り坂みたいな、うんうんうん、風に感じるならなんかまだわかるかなって思うんですよ。ってなった時に実際は本当に登ってる車いるんじゃないのってなんか思っちゃうというか、うん、でその時聞きながら思ってた部分がそこだったんですけど、うん、後になんか師匠がお前がハイビームなんかしなきゃそうやって見えたのにって言った時に、うん、てかお前地蔵来てるぞみたいな時のやり取りがあったから、うんうん、本当に地蔵がいる場合はなんかそういう風に見えるみたいな。あ、はいはいはい、なるほどね。そういう力が本当にある地蔵で、師匠も京介さんもそれ分かってて、うん、そこで京介さんがそういうことを言ったから、なんか師匠とそういう気まずい感じになったみたいな、うん、師匠も京介さんもあの地蔵やべえなっていう、体感5メートルぐらいの地蔵、うん、っていうのはお互いあったのに、うんうんうん、だからあこれ本当になんかあるかもなっていうのをやっぱ感じるような話というか、地蔵の話で思い出した話が1個あるけどさ、はい、豊橋の近くまっすぐ隣だけど、もう豊川になるのかな、うんうん、1個そういう踏切の坂のところにある踏切の話、知らない地蔵があって、トラック、その踏切止まって、トラックが荷台からかなんかを動かそうとして、うん、だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんか止めたんですよ、とりあえずその坂の上に、ね、うん、その坂の下に地蔵があるのね、はい、ちょっと大きめな地蔵があって、
でそのトラックから荷物を出そうとしただったかちょっと忘れちゃったけど出してで運んでこうとして下に下がってったら、うん、トラックがそのなんだっけあれサイドブレーキ、うん、サイドブレーキ引き忘れとって、うん、下がってきて地蔵と挟まれて亡くなったっていう配達員の方が、っていう言われてる場所がある。はー、実際にあったか分からないけどみたいな、うんうんうん、なんか それもそこまで気づかんかねってちょっと思いますよね。なんかまあね、その上からここまで、あ、でも上で引かれてそのままずっと下がってくるっていうね、パターンもありますもんね、うん、挟まれて死んだか。でも、まあ、本当にあるのか分からんけど、だからいやそこまで気づかないでしょって思うから、地蔵が登ってきてて、うん、あ怖い、ちょっとの間でぐしゃってなってそのまま戻ってくみたいなパターン。うわうわ、そういうのがあるかもしれないですよね、もしかしたら。あ、確かにね、お前後ろに地蔵来てるぞで、ね、はっ、うん、みたいな、その師匠の表情もちょっと怖いし、なんかこの師匠シリーズならではの怖い話感がちょっとあるというか、うん、確かにね。じゃなかったら、うん、なんか上げ足取りたくなるような部分がある話というか、それすらも凌駕する2人のやり取り、うん、この京介さんってあれですよね、あの水槽の、そう、水槽の京介さん、師匠とめちゃくちゃ仲が悪い、うん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 、でもこのまああとどこまで続くか分からんすけど、師匠シリーズも、うんうん、京介さんと師匠が一緒になっていろいろ回るっていうのが2人で、うん、出てきますからね。今回はこれが、うん、一応初めてじゃない師匠との話は。 そこはねやっぱ読みながら初めましての僕は、うん、おついにってちょっと思いましたけど、うんうんうん、もうやっぱまだこう仲は良くないし、うん、お互いなんかねやっぱ敬遠してるというか、まあそうだね、うん、なんかね一緒に田舎に行く話があったはず。あ、この先、うん、ほうほう、この主人公の田舎に、うんうん、あ、そうなんだ、うん、ちょっと覚えてないっす覚えてないかい。確かあったはずなんかね、それこそ田舎っていうタイトルだったかもしれんけど、うんうんうん、前中高とあって長いやつだ。そうで後編だけ有料だったはずなんだよね。へえ。続きは有料版でみたいな。あ、そうなんだ、うん、それはちょっともしかしたらできんかもしれんけどさ、有料だから、うんうん、でも気になって読みたくなるだろうな、ね、いやでもなんかこのね、その幽霊坂、お化け坂みたいな言われる、全国にあるような言われのある話の種で師匠シリーズ感っていうのがすごいいいなって思ったこの話、うん、ね、うん、でなんかその、ね、師匠も言いそうだしね、うん、なんかこれは目の錯覚でこうなんだよって、うん、でその今までの師匠のやり取りでそうやってあえて言う部分もあるというか、うん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 、その、うん、本当は違うのに、うん、落ち着かせようとしてみたいなね、うんうん、でなんかその京介さんとのやり取りで、うん、ちょっとそのあ師匠なんか本当のこと隠してんだろうなっていう京介さんも、うん、地蔵来てるからの、うんうんうん、話にね、あこいつ気づいてんのかみたいな、うん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 、っていうところもなんかちょっと見えて、うん、おもろいなって、師匠シリーズならではね感がすげえあった話だなって思いましたね、うん、多分僕と2人だったらそこまで行かずに、ああそうなんだで終わって、うん、後に実はあの時さみたいな、あの地蔵みたいな話になるのかなっていう、うん、そこで京介さんいることによってなんか分かる人同士の話し合いというか、うんうんうん、やり取りがちょっと見えたのがおもろいなって思いましたけど ね師匠シリーズね、まあダメな人もおれば、うんうんうん、やってくださいっていう人もおればっていう、うんうん、まあ賛否両論ありますけどね、やってきますんで、まあ全然ね、まあ他の週はね違う話してますので、そう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 、他の曜日はね、うん、他の、うん、そっちを聞いていただければって話ですからね、まあまあそう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 、そう師匠シリーズって書いてありますから嫌だったら見なければいいだけの話なんで、うんうんうん、まあなんか師匠シリーズ面白くないですっていうのを、こうこうこうだから面白くないんですとか、うん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 、なんかちょっと理由聞きたい、面白くないっていう、あ、まあ確かにね、うん、
まあ、個人的には結構まだ初見だし、うん、まだ楽しめてる。まあ、すごい、うん、そうだね、うん、し、納得いかないって言ってるのも楽しいというか、ちょっと、ああ、まあ分かる分かる、ちょっと超能力の回とかは、うんうん、俺はあれであれですごい好きな回なんで、うん、分かるよ、うん、だからなんか、うん、嫌だっていう人の気持ちも知りたい、うん、いいっていう人はさ結構、まあ、いっぱいいるからさ、うんうんうん、そんなにな、俺もいいなとは思うし、なんで嫌なのかっていう意見をね、うん、聞いた上で、うん、やっていきたい。まあまだまだ続きますからね、まだ序盤ですから ね。なんかこの先がさ、うん、うんと好きだよっていう人もおれば、そうですね、まだ先ですけど、うん、あの話聞きたいみたいな、ね、もうコメントで見たりしますから ね。そうそう、だからなんかね、そういう人の意見も聞いてみたいなと。その頭ごなしにつまらんとかだったらさ、うん、まあ、うん、っていう感じだけど、まあ、寄り添う必要はないですからね、うん、なぜ嫌なのかがはっきりしてれば確かになっていう部分はあるかもしれないですけど、分かる分かるよ分かるよっていうところもあると思うしさ、うん、それこそまあ言い方すごい悪くなっちゃうけど、つまらん話もあるしさ、うん、うんうんうん、全部が全部ね面白いよっていうことはなかなかないと思うんで、うん、うん、まあ付き合っていただけたらなと。そうですね、はい、思いますんで。そう、まだまだ長いですからね。長いよしかも結構さ、これ長い話飛ばしてるじゃん俺ら、うんうん、次本当はさ四隅っていう話なんだけど、うん、それちょっと長いから飛ばして鉄塔っていう話にしようかなと。うんうんうん、うん、まあ、四隅は四隅だけでやるっていうね、うんうん、どうして幽霊は鉄塔に登るのかっていうタイトルなんですけど、書籍版だと。はい、まあその話いこうかなと思います。短い話ですけどね、うんうんうん、はい、全然聞いたことないなそんなパターン、うん、でもああそうかっていう感じなんだよね。うーん、じゃあ行きましょう次の話。はいはい、鉄塔。師匠が変なことを言うので思わず聞き返した。だから鉄塔だって。大学一回生の秋頃だったと思う。当時の俺はサークルの先輩でもあるオカルト道の師匠にオカルトのイロハを教わっていた。ベタな話もあれば、中には師匠以外からはあまり聞いたことがないようなものも含まれている。その時も、鉄塔という単語の意味が一瞬わからず、二度聞きをしてしまったのだった。鉄塔、鉄塔、鉄の塔、アイアン、なんだ、ピラー？とにかく見たことないかな。夜中見上げてると結構いるよ。師匠が言うには、郊外の鉄塔に夜行くと人間の霊が登っている姿を見ることができるという。どうして幽霊は鉄塔に登るのか。そんな疑問の前に、幽霊が鉄塔に登るという前提が俺の中にはない。脳内の怪談話データベースを検索しても、幽霊と鉄塔に関する話はなかったように思う。師匠は、普通じゃん、と言って真顔でいる。曰くのある場所だからではなく、鉄塔という記号的な部分に霊が集まるのだという。近所に鉄塔はなかったかと思い返したが、子供の頃近所にあった鉄塔が真っ先に頭に浮かんだ。夕方、学校の帰りにそばを通った。高くそびえる鉄塔と送電線。日が暮れる頃には、その異様も不気味なシルエットになって俺を見下ろしていた。確かに夜の鉄塔には、妙な怖さがある。しかし、
霊をそこで見たことはないと思う。師匠の話を聞いてしまうとやだら気になってしまい、俺は近くの鉄塔を探して自転車を飛ばした。いざどこにあるかとなると自信がなかったが、何のことはない。鉄塔は遠くからでも丸わかりだった。住宅街を抜けて川のそばにそびえ立つ姿を見つけると、近くに自転車を止め基部の金網にかきついた。見上げてみると送電線がない。ボロボロのプレートに丸抜線-12みたいなことが書いてあった。おそらく移設工事か何かで送電ルートから外れてしまったのだろう。錆が浮いた赤黒い塔は怖いというより物寂しい感じがした。というか日がまだ落ちていなかった。近所のコンビニや本屋で時間を潰して再び鉄塔へ戻った。暗くなると俄然雰囲気が違う。人通りもない郊外の鉄塔は見上げるとその大きさが増したような気さえする。赤いはずの塔は今は黒い。それも夜の暗海色の雲の中にその形の穴が開いたような吸い込まれそうな黒だった。風が出てきたようで立ち入り禁止の金網がカサカサと音を立て、送電線のない鉄塔からはその骨組みを吹き抜ける空気が奇妙なうなりを上げていた。周囲に明かりがなく目を凝らしてみても鉄塔には何も見えない。オカルトは根気だ。簡単には諦めない俺は夜中3時まで座り込んで粘った。出るという噂も逸話もない場所で、そもそも幽霊なんか見られるんだろうかという疑念もあった。骨組みに影が座っているようなイメージを投影し続けたが、何か見えた気がして目をこすると、やっぱりそこには何もないのだった。結局、見えないものを見ようとした緊張感から来る疲れで、夜明けも待たずに退散した。翌日、早速報告すると、師匠は妙に嬉しそうな顔をする。え？あそこの鉄塔行った？なぜか自分も行くと言い出した。だから何も出ませんでしたよ。と言うと、だからじゃないか。と変なことをつぶやいた。よくわからないまま、昼日中に二人してあの鉄塔に向かった。昼間に見ると、あの夜の不気味さは薄れて、ただの錆びついた老兵という風体だった。すると、師匠が顎をさすりながら、ここは有名な心霊スポットだったんだ、と言った。頭からガソリンをかぶって焼身自殺をした人がいたらしい。夜中、この鉄塔の前を通ると、熱い熱いとすすり泣く声が聞こえる、という噂があったそうだ。あの辺りに黒いシミがあった。金網越しに師匠が指さすその先には、今はシミらしきものは見えない。何か感じますか？と師匠に問うも、首を横に振る。僕も見たことがあったんだ。自殺者の霊をここで。そういう師匠は、焦点の遠い目をしている。今はいない。独り言のようにつぶやく。そうか。どうして鉄塔に登るのか、わかった気がする。そして、日を浴びて鈍く輝く鉄の塔を見上げるのだった。
俺には分からなかった。聞いても秘密とはぐらかされた。師匠が勝手に立て勝手に答えにたどり着いた命題はそれきり話題に上ることはなかった。けれど今では鉄塔を見るたび思う。この世から消滅したがっている霊が現世を離れるために鉄塔という空へ伸びるシンボリックな建築物を登るのではないだろうか。長い階段や高層ビルではダメなのだろう。その先が人の世界に通じている限りは。オカルトラジオ。はい、鉄塔というお話でしたけど、まあどうして幽霊は鉄塔に登るのかっていうタイトルで今書籍版はなってますけどね、うんうん、前半のお話、うん、坂、はい、思ったより考察の時間が短かったので、はい、考察というかもうグランはもう雑談ですけどこちらを眺めに行きたいと思います。はい、了解です。はい、うん、鉄塔ね、鉄塔登りたがる、まあわかなんか上に行きたい上に行きたいっていうのは、うん、なんか成仏とかさ、それこそ天国とかさ、上に行く描写が多いじゃん。そうですね、うん、地獄は下みたいな、ね、うん、だからなんか上に行くって刷り込まれた幽霊が、まあ、空に登ってくっていう言い方するしさ、うん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 、僕たちが死んで幽霊になるとそうやってなるのかなっていう。確かにね、なんか俺が思ったのは、うん、トクモリザウルスのヤス君とかが来た時のお話でもそうですけど、うんうん、あとトモ君もよく言ってる幽霊は幽霊になったら幽霊が見えるのかみたいな、うんうん、で見えない説があって、うん、だから霊感のある人に助けを求めるみたいな、うん、やっと見えてる人に出会えたみたいなパターンの話聞くじゃないですか、うんうん、そうだから俺はその死後の世界で一人ぼっちの幽霊たちは、うん、この世界も嫌だみたいな、あ、はいはいはい、それが死者ってことってよりかはそっちの世界では、うん、そっちの人間というかまあまあ一人ぼっちみたいな感じでとしてこの世界が嫌だみたいな、で自殺したいみたいな、うん、もう死にたい、うん、ああそういうことね、消えたいってことで高いところを登って、うん、結局なんか高いところを登ったとて成仏できないわけじゃないですか、うん、例えば刷り込まれてて、うん、上に登りたくなるみたいな、まあね、でそこで例えば、登った結果、どうしようもできないってなって、うん、もうこのままだったら死んだ方がいいって言って落ちてくみたいなのとか、うん、あえて登る前から死ぬために登ってる人たちみたいなのが群がる場所、うん、あーなるほどね、みたいなことなのかなってちょっと思って、うん、いやでもそれだったら例えば豊橋でいうと有名な自殺が多い団地とかありますけど、うんうんうん、そういうところもそうなのかなって思ってて、うん、でその場合幽霊じゃなくてもそこは行けるじゃないですか、うん、でも鉄塔って登れないじゃないですか生身の人間、うんうんうん、登れるところがあったとしても、うん、物理的に無理というか、うん、セキュリティがあったりとかで行けなかったりとか、うん、っていうことがあるんで、だから幽霊が登ってる場所みたいな風に、うん、なるというか、なんかこれそれがなんか最後の一文にかかってくんだろうなとは思うんだけどさ、うん、その人の世界に通じているところはダメだみたいなさ、よく高層ビルとかじゃダメなんだっていう人がいるから、うん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 、で幽霊ならではの鉄塔っていうところがね、うん、そういうことなのかなとは思いますけどね、やっぱりね、なんかそういう風に感じたなっていう、うん、でなんか師匠たちも普通に鉄塔にはいっぱいいるよみたいな、うん、そこで出会う人たちとかいないのかな、でも見えるのかな、でも幽霊が多い場所でよく言われるところ、まあ、トンネルとかさ、うんうんうん、ダムとか水場、はい、お風呂もそうだし、うん、って言われる中に一つテレビ局っていうのがあるんだよね。へえ、そうなんだ、うん、テレビ局たまに聞く、テレビ局はめっちゃいるっていう話を、うん、何なのかな、でもなんか電波
まあ人が多いからっていうのもあると思うよ、うんうんうん、入れ替わりも激しいし、ね、そ常に人もいる感じにするし、ね、なのかなっていうのも、お祭りとかもすげえって言うもんね。あ確かにね、うん、聞きますね、ライブハウスとかね、うん、俺らが人間だと認識してるうちの一人が幽霊だったりするみたいなことも聞きますしね。でもさ、それに恋しちゃったりとかしたらどうすんのかね、一目惚れみたいな、うん、でも幽霊だった、切ないや、うん、だよっぽどそこで、うん、その日にその場所でってなって声かけてってことあんまなくないですか。今東京ラブストーリーみたいな曲は流れる、ティキティーンとはなりますけど、うん、それの結果例えば今だったら SNS で調べてとかっていうことだったり、まあね、また別の場所で見かけて、ああの時のとかが何回かあってはありますけど、その日その瞬間あの日あの時あの場所で、うん、ダンってことはめったにないんじゃないかなって思うんですよ。見知らぬ二人のままってこと、うん、そういうことですいやでもさ、例えばだけどさ、それがさ、まあ、自爆霊とは言わんけどさ、とど、うん、まる霊だったとして、待ち合わせしとる、うん、霊だったとしてさ、お祭り会場がさ、まあ、ぐるっと一周できたとして、あの子まだいるなまだいるなっつって、うん、ちょっと気になってくることない？いやそこにずっといたらね、声かける？いや俺ねダメなんですよ、声かけれないんですよね。霊とは分かってないよ自分は、うんうん、生身の人間だと思ってて、うん、でも声かけれない、一人でも かけないし、うん、なんなら何人かいて、うん、と大体こう喋ってると、うん、こっちの話を聞いてる人と、うん、例えば同じ流れで進んでる隣のグループとかが、うん、俺らの話を聞いてちょっとクスクスしてるみたいなクッションがあって、うん、あれあの人たちこっち見てるな、うん、の上でもうちょっとジャブ打ちながら、あ絶対俺たちのこと意識してるって分かれば声かけれるかも。そうかそうかそうか、うん、ナンパ得意っていうかさ、ナンパしちゃう人よく、うん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 、の実は幽霊でしたっていう体験談ないかね。うわめっちゃ聞きたい、ね、うん、ジョージさんどうかな勝手なイメージ勝手なイメージナンパできそうみたいな、できそう得意そう残ならあのボー君、ボー君ね我らがボー君のジョージさん、おかげのラーメンばっか乗せてる、確かにできそうではありますよね、超絶イケメン、うん、いやでもあの人はね行ってなさそう、うん、あまあ来るからね、うんうん、行かないイメージ、勝手なイメージですけど、それもまあそうだね、うん、そうだね、うん、じゃあなんかまあおかめの中で、まあ、これを聞いてる人の中で、なんか声かけたらよくしますよっていう人で、うん、あの幽霊だったことありますっていう、めちゃくちゃおもろい話じゃないそれ、ね、超ピンポイントじゃない、うん、なんなら師匠にその話したいですね、ねえいやでもなんか、うん、僕の友達でめっちゃナンパするやついるんですけど、うん、そいつはもう手数って言いますよ。ああ、まあそうだよね。基本的には無視されるっていうんで、うん、声かけても、うん、だから幽霊って気づいてない可能性ありますよ。ああ、確かに。うん。あ、そうか。ナンパっていうかスカウトマンとかでもいいか。ああ、そうですね。うん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 。うわあ、どういうシチュエーションなのかな、幽霊だった。でしかも、うん、スカウトマンとかだったらもう手当たり次第声かけるわけじゃないですか。うんうん、例えば。昨日声かけたあの子が次の日どこどこでみたいな殺人犯だったとかみたいな話とかもありそう、ね、あまあ人コアもありそうだね、うん、めっちゃありそう、うん、でもなんか幽霊パターンがいいな、実は殺人犯に殺されてたとかさ、うもう私らのみたいな、殺されたのが、あこれでもみたいな、私綺麗これでも口裂け女だったっていうことスカウトしたら、うん、なるほどそれはそれでちょっとおもろいけど、まあ、雇うよね、有名になってますよきっと、うん、雇うと思うわあ、口裂け女さんって、うんうん、こんな日本中で知られてる階段ないですから ね、うん、どこどういう、え吉原とかで働いてもらう今はダメでしょう、ね、きっとそうね、スタゲ女さんもしスカウトできた時うーんあそうですね、そうだね、なんかマジで聞きたい、なんかトイレの花子さんでしたとかさ、スカウトした人が声かけたとか、なんか
そういう不思議体験、うん、あってもおかしくないですね。ね、ね、うん、あれでも俺らが作った話だったか、あの合コンに幽霊が来た話。ああ、うん、そうですね、うん。あれは確か作ったんだ。うん、でもその子の元はありますけどね。不思議な体験だったよね、うん、あれ。そう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 、うん。なんか待ち合わせ場所ももう覚えてないって言ってたもんね。その子の家まで迎え行ったのに。しかもめちゃめちゃ、こんなとこから来たのっていうぐらいの山奥だったっつったもんね。うんうん、ねえ、まあ、でもありえますからね、新城とか大倉の方だったら、うんね、全然そういう場所に住んでる子も全然いるし、うん、ありえる話ではありますけど、うん、オチだけはね勝手に作った部分が、そう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 、そんな人いなかったっていうね、オチにはしましたけど、でもまあベースはねほぼほぼ変えてないからね、うん、なんかでも話してねえもんねさこの話分からんよね、まあ、聞いても確かにサクッと 話せます今。合コンで仲よく合コン行ったら仲良くなった子がおって、だけどなんかなんつったあれじゃあ引っ掛けのナンパですよね。ナンパだったっけ。そうですよ、今映画館のあそうだそうだあそこがナンパスポットで そこで声かけて、うん、その中のその子たちと後に飲み会に行くってなって、うん、そうだそうだそうだ、そこで仲良くなった一人の子と二人で遊ぶって言ってなって山奥まで迎え行って、なんか崖そうから落ちそうになったんだったっけ。そう迎えに行くもんで、うん、なんか住所教えてって言ったら、うん、そんな山奥の子なんだみたいなの で、うんうん、でその住所入れてナビにバーって行ったら、うん、めちゃくちゃ山奥でこんなところにってなって、山の獣道みたいなとこ入ってったら家があって、うん、その家到着して着いたよって言ったら、うん、道の先にその子がいて、うん、こっちこっちって手招きしてて、うん、あそんな方みたいな、うん、感じでバーって行こうとしたら急にいなくなってて、うん、あれってなったらルームミラー見たら後ろにその子がいるっつって、うんうん、でその子は家の前ぐらいにいて、うん、あれってなってさっきまで目の前いたのにって思いながらバーって戻ってその子乗せたら、うん、なんであんな方まで行ってたのみたいな、さっき 振ってた、うん、手招きしてたじゃないみたいな、うんうん、であっちなんて何もないよって言って見に行ったら崖だったっていう、っていうでもこのまま行ってたら落ちてたみたいな、うん、でしかもその子の、待ち合わせした家ももう忘れちゃったし、その子と何話したかもあんまり印象に残ってないっていう、ねうん、残ってないっていう。で俺らが付け足したオチは後日その友達とあの子何みたいな感じで聞いたら、うん、そんな子来てないよっていうオチを付け足したのめちゃくちゃ無理ありますけどね、うん、でもその崖とかまでは本当の話だからね、うんうん、本当の話ですから、うん、そのこんなところにみたいなところで手招きしてたっつって、うん、で車がね確かこれ以上行けなかったんですよ。そう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 、で、あれここいたのになって思ってたら後ろにいて、うん、あれさっきいなかった、いるわけないじゃない、あっち崖だよっていう、うん、でなんか家もなんかやっぱ古い家みたいな話だった気がするっていうのがあってね、うん、うん、あだからあそっか、うん、それも確かにちょっとどっちか分からんけど、うん、もしかしたら、うん、その手招きしてたのは幽霊な感じがしますよねめっちゃ、うんうん、でもだからなんかね、どちらかというと声をかけた人が幽霊だったってその場では気づかずに、うーん、あれあるじゃないですか、そういう怖い話後から気づくパターンみたいな、うんうんうん、あの時一緒に遊んでた子が、うん、と同じ全く同じ顔の人が、例えば新聞昔の新聞の見出しに載ってたみたいな、そういうパターンで気づくとかはありそうかなって思う、ね、確かに確かに、うんうん、でよく見たらポストにめちゃめちゃ新聞が詰まってて、おうおう、家もちょっとなんかちゃんと見たらボロボロでみたいな、うわーやばいな、うん、怖いな、誰も住んでないんで、誰かあったよね、なんか寿司屋だったかピザ屋だったかの配達の配達のやつ、うん、あったあったよね、なんかの話あれ早友さんだったかな、そう確か早友さんですよ、そうだよね、うん、早友さんでお金を置いてくみたいななんかありましたよね、うん、そう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 、うん、幽霊もお金使えるんだと思ったもんな、うん、だから後輩芸人の話みたいな感じでしょ、あ、だったっけ、うん、なんか前もこの話して七不思議さんのところに出てますよみたいな、うんうんうん、それは早友さんだったかな、多分そうだと思う、ちょっと忘れちゃった、それこそ俺らは大河に出てた時の、あ、そう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 、ね、うん、早友さんがこの話してたのを聞いてた気がする、うん、あの話もすごいおもろいですから ね、そう、まあ、でもその鉄塔に登るみたいなのは、うん、
ぱその上に登っていきたいみたいな精神なのか、いやでもなんか個人的にはちょっと違う気がするんですよね。それよりそのテレビ塔がそうみたいなのと一緒で、うん、電波みたいなのでちょっとよ寄せるような。でもうちの近くで鉄塔で首吊り2件起こってますよ。ええーうん、そうなんだ、うん、いや負のエネルギーみたいなのあるのかな、うん、どうなのかね。しかも朝なんだって発見がどっちもやっぱり、うん、夜のうちに。でも夜のうちに通った人もおるじゃん多分、うん、1個はすげえ、うん、まあその時よく使われてた道路だったからさ、夜でも車はまあ2台は多分通ったと思うからさ、うん、それって鉄塔の下の方ですか、上の方まで行ってですか。下の方で釣ってる、もちろん、まあ、そうですよね、うん、上まで行けないですもんね、うん、はまあでもなんかちょっと分かんないですけど、その死のうと思ったこともないし、うん、あれだから分かんないですけど、うん、どこでもいいやっていう感覚の時もあるのかな。ねえ、釣れそう。まあ枝とかだったらちょっとさ、うん、折れたりしたら死ねんしさ、うん、あとなんかやっぱり僕も結構山奥結構行くんですけど、うん、登山みたいなこともするし、うん、虫取り行ったりとかもするんで、うん、その時のシンボルというか目印になるんですよね、やっぱ鉄塔とかが立ってると。だから目につきやすいというか、うん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 、っていうイメージがちょっとあるから。あでも2本とも道路沿いだ鉄塔だったな。あそうなんだ、うん、俺んちの近くはね、道路沿いなんか、だからまあ行きやすいのもあるのかね。あそこに鉄塔ある、あそこだったらくれるなみたいなね。えなんか考えてたんかな。あ、まあ、難しいな、その辺のそういう状況にまだ僕がなったことないから、うん、心境みたいなのは理解まだしがたい部分がすごいあるんで。なんか言いますよね、うん、あと僕の友達のおかんしの人とかもいるんですけど、月曜日とか、うん、3月とかの、うん、自殺めちゃくちゃ多いって。あとあれなんでしょう、ゴールデンウィーク明けめっちゃ多いんだってね。めっちゃ多いって言いますね、うん、めちゃくちゃ多いって、うん、あれなんかさ、鳥さんだったかがコラボした時に多分コラボ外で言ってた、なんか駅があるっつってたよね、うんうんうん、言ってましたね。そこ見ると死にたくなる人が多いっていうか、うんうん、現に多いっていう人身事故も、うんうん、言ってた言ってた。最近あの5月11日だか10日の話知らない？原因不明の体調不良芸能人で続出みたいな。え知らない。舞台降板とかさ、めちゃくちゃへあったの。5月10だったか11日だったか、原因それ体調不良で。まあそれがさ、まあやっぱりその陰謀論じゃないけどさ、うん、ワクチンがっていう話になってくるんだけどさ、うん、でもすごいあの重なりはすごいなと思ったけど、まあ、もしかしたらそれも日常茶飯事というかあって、たまたまそこに目がついたっていうだけかもしれないけど、うん、みんながピックアップしたというか、うん、なんかすごかったよ重なりが。へえ、うん、いやだって実際なんかそういう芸能界とかって言ったらあんまり深いところまで知れないからふわっと終わってるけど、うん、あの時のあれどうだったみたいなの思い返すのいっぱいありますもんね。いっぱいあるいっぱいある、ね、うんうん、今言えんけど、うん、分からんし覚えてないし、うん、多分ちょっとすれば思い出して。いやそれこそとあの同じ時期に自殺がどうとかのやつとかもそうだし、ね、うん、誰々が自殺したあれとか、うん、最近騒がしてるあの歌舞伎俳優のね、うん、とかも、うん、一部では言われ出した、ね、言われ出した。まあでもそれがあったから言う人もいると思うし、うん、まあ、何とも言えないですけど、ね、でも結果真相わからんまま終わるというか、うん、だってあのさ、まあ、発端というか最初のあの俳優のね、うんうん、人だってその死ぬ前だったか1日前だったか黒い服の人を2人その部屋から出てきたみたいな話とかもあったよね、最初の方の報道で。そうだからね、それが真実なのかどうかも俺たちには知りようじゃないですけど、うん、だから知らないだけで起きてることはすごいあるんだろうなとはなんか思いますけど、ね、で結局そのトム君の家の近くで鉄塔でそういう首吊りがあったみたいなのも、うん、あって思ってそこでっていうのと一緒で、うん、お化けたちも
あここ登ろうみたいな感じなのかね、うん、藁にもすがる思いというか、うん、なんかそれこそ遭難した時、登山して遭難した時は、うん、山登れっていう、ね、山頂に行けっていうかね、うん、で望みを込めて登っていくみたいな描写がちょっとつながるのかなみたいなこともちょっと思ったりはしましたけど、まあ、確かになんか成仏したいとかになると寺とか神社とか行った方が行けそうな気がするもんな。なんかそれよりはね、なんかその中の自分と葛藤してるというか、なんかまだ諦めてない感じがするというか、まあ、確かに確かに、うん、という感じですかね。まあ皆さんの意見も聞けれたらなと、うんうん、あとあのその幽霊をナンパしちゃったよ、しちゃったよっていうスカウトしちゃったよっていう人もしいたら、うんうん、ちょっと聞いてみたいですね。なと思います。あの時声かけて全然あれだったけど、後にあれはそうだったみたいな話とかでもいいですし ね、うんねうんうん、何かしらそういう話があればね。あとは霊感ある人にそういう鉄塔って本当にあるあるなのかって、うん、あちょっと聞きたい、うんうん、俺はこの師匠シリーズで初めて聞いたんで、うん、ねこの話、うん、いい話だよね、うん、俺も結構前から読んでたけど好きですこの話、ね、そのパターンもあるよっていうのは本当にあるよみたいなのがあったら聞きたいし、そんなことないよっていうなら、うん、実際はこういうところがあるよとか、うん、みたいなのもあったら聞いてみたいなって思いますね。ということで、はいはい、今日の師匠シリーズはちょっと短かったですけどね、うん、あの終わろうかなと思います。はい、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。また後ほど。